はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。こっちだね。開いた。ねえ、せっかくここを通るんだから、もう一度聞いてあげるわ。牢獄で一生過ごすとはどう？だから入らんよ、言うてるやろが。しつこい。はい。出せるから前やないってことは分かってるやん。だから何べんも聞いてくんな。あら、釣れないよね。私を楽しませてくれると、今はやってくれないよね。っていうのはね、あなたたちのことを言ってるのよ。だって、だってあなたの死んでると、もっとおかしいんだもの。ずいぶん変な役と鼓動してるね。早くって、お互いの身勝手を押し付けただけの約束。理解は一致しているように見えるけど、互いが道具にしか進まない。で、本当の道具はどっちのかしら。はっ、セイリア、あれだ、お前、はい、もうどうか、だからこそ罪人なのかね。そういうの、罪人の人って好きよ。それにバクラも可愛いわ。では、引き続き、刑罰をお楽しみください。バカって言うかバカやね。どうだかね。腹立ってきた。あんま喋んな。言うぞ。まあ、そりゃそうだね。ふいふい。ここもしかして最初の分かれ道についてなんかな。はい、どれした。なんか声みたいなのが聞こえる気がする。親の子は暗くてよく見えない。不潔な匂いがする。コピペか、全部コピペ、全部コピペか、全部コピペかな、一生かいがらしか。はや、目つぶしただけで肉が崩れるなんて、ひでありそうやな。あいつの言うかいがらしを選んだからこうなってもうた。まあ、こうなら使い物になんね。多分いかやないか。まあ、俺よりアホなやつもおるもんやね。どうせ死ぬんや。うん、生きてない。あ？さあ、かいね。ええぞ、あれしゃあないことに時間取ってられへんねん。うん、もう動いていない。何かが腐った匂いがする。
よし。トゲトゲ。なんかよう見えへんけど、なんかモータルコンバットみたいな床してるな。モニターおーい、ようこそ。よくもまあここまで来れました。見てる通り、ここは落ちたらブスブスになって死んじゃいます。モータルコンバットでアッパーで飛ばされて下に落ちてフェイタリティです。まあ、とは言っても大したことはない。ただ、道が二つあるだけ。そう、行き着く先は、ちょっとした違いがあるだけ。どっちを選んでも構わないわ。もう、別にこの先も断罪があるんだけど。でも、どうしようかしら。なんせあなたたちは二人いるのね。そろそろ決別すべきない。あなたたちの約束、滑稽なほど無意味に見えるわ。どうして死んでしまうことを考えれば不公平な約束だと私は思うね。あ、いいわ。どうせこの部屋じゃ二人とも同じ道は通れないでしょうし。頑張ってね。どちらが先に断罪されるか待ってるわ。ふん、まりくらいことしよってからね。いつここ出られんねん。腹立ってしまうよ。あんなゲラゲラ笑いよってからに肺をぶっ殺してやりたいわ。あ、何まだぼーっとしたね。あの女の人だけじゃなく、外に出たらちゃんと私も殺してね。お前そればっかやな。だってあなたは私を殺したそうに見えないから。無表情やがよ。さあさあ、お前との約束が出てからの話しようが。それは分かってる。それまでにその凍りついた人形みたいなことをお願いせ。それでもこのつまらんことばっかり言うのもやめ。でも約束は約束やけどよ、あんまり俺に命令してくんな。わかった、ごめんなさい。やだ。向こう側にも通路は続いている。飛んだらいけそうやな。この距離よ。私は無理。あっさ。ほな、また投げるか。でもちゃんと床に投げ飛ばせる？ああ、シュリで言ったらお前はブスブスやな。まあ投げ飛ばすのはわけないけど、俺はこうやって近くにあるからできんわ。じゃあやめよう。こっちしかないようじゃの。あ、どうした。この女はマシゴを切れそう。二人で行くのは無理やし、うちで通れるかどうかと思う。お前だけ逃げてどうすんねん。困った。あ、大すね。まだ先進まれへんで。これは二手に分かれるしかない。あ、お前それでいけんのか。わからん。
なんて死んだらどないすんねん。どうするって？ああ、もういい！もう、危ないこと聞いてもだ。はい、行け。よいしょ。進まへん。事故？当たらないように渡るしかない。うえぇぇぇぇぇゲームオーバー。あー、ちょっとパターンをどうにかこうにか。よし、まだあんのか。おっと、うえい。あ、あんまり勇み足はせん方がいいね。よし。よし。おっしゃい。オッケー。なんとか引けた。向こうは？あ、これは私とザックが画面に映ってる。ああ、またなんか妙な気を起こして、妙な気を起こして死ねへんやろな。ああ、こんなこと考えてもみない。とりあえずこの辺買ったんで向こうに待ってりゃええんやろ。なんやこれ、お前どっち取りゃええねん。あー、もう適当に行ったらつけやろ。あー、この距離は無理やな。私の言う方向を飛んで。ザック？あったよ、戻れへんねんな。うん、私の言う通りに進んでくれれば。あっさんぐらい言われんの戻れるわ。そう、ここはまだしかないな。した。で、お。あった。右下。あー無理か。ザック、そこは戻るしか。あー、なんぐらい上がれ。そのまま下に。エゴ出してんねん。まだったら左に4歩進んだところにある上の方の上の方に書いたんで。ザック？ういしょ。そっから左上。上。お前上しかないじゃないか。あったら。画面にザックが見えてるから、うちが言った方が早い思って。それに、たどり着いてもらわんと、少し困る。あれはゲームのコマやじゃ。俺は勝手に動かそうとすんな。Okay.
そっちとこっち別々にドアがあるんやないか。そう見た。出すね。先に行って見ないことにはわからん。お前さっきからボケーとした顔しろってからね。毒残っとるんちゃうか。それはもう大丈夫。あら、進むしかないな。うん、わかってる。頑張るか。あったらあったらお前、まあ、外に出たら殺すねんな。うん。めっちゃイラついてる。おいしょっと。鉄格子の向こうはザックが行ったところ。ザック、この部屋は。いやいや、閉まってるし、あんな注射器だけや。どうしようよね。注射でも打ってラリーとか行けたか。注射器か。ちょっと見てみる。鍵がかかっている。薬品の書いた注射器が置かれている。針は鋭く本物のようだ。何の薬やの、なんやろ。はい、こんばんは。生見では初めまして。キャサリンは、おやったわ。この部屋に二人なんで。でよ、でも面白いものを見られる予感がするわ。あ、草なんだ。こんなのやねん。あら、ザクタ、こんなペピザ相手そんな口を聞くなんて相変わらずね。でもそんなところもしびれちゃうわ。よしよし、なんかその感染症対策のやつ取ってやりてきやれ。ネッカラス。死ぬは改めし、何言ってんの、おバカさん。ねえ、レイチェル・カーテラ、注射器は何のためにあると思う？ん？そして薬を血管に入れるため。当たり。この部屋の鍵はそうだ。置いてある注射を打てば開きます。ただ、片方はビタミンだね。もう片方は危ないお薬です。危ない方は強いお薬だから、悪夢にうなされ苦しんでそのまま目覚めないかも。あ、どっち。教えないし、忘れちゃった。そもそもね、この部屋はどちらかが当たりとは外れだったのよ。さっきの部屋はここに来る道が分かれてるでしょ。運が良ければって言ったら、悪ければ危ないって。ダメしだったのよ。でも、あなたぴったりなんだもん。私も予想外だった。分かってたんだよ。あら、可愛くない子ね。賢いけど、それだけの子。見ていたけど、あなたザックの言う通り、とってもつまらない。さあさ、つまらない会話は終わり。あなたたちは一応二人だから、特別ルールにしてやる。その注射、交換してもいいわよ。それと、
どちらかが両方打っても構わないわ。ただし一滴残らずちゃんと打ってね。それはここで永遠の懲罰、二度とここから出られます、うん。それでは第2処分、ご幸をお祈りいたしますわ。グッラック。ザク？はい、そっちの注射器持ってこい。オッケー。はい。ああ。はい。これと違うのやつか、わかるか。うん。なあな。俺もわからんわ。出する。あれはこのところで一緒に来やない。あの女に殺されるなんてまっぴらごめんや。じゃあ、私が両方どうか？ええ？お前それでも蹴られる自信あんのげ？さあ、それともザックが撃ってみる？ええ？いや、決まっとるやろ。どうせどっちが薬かわかんない。だからどっちに症状が出るか最初から分かってる方がマシだと思う。ザックが嫌なら私が打つ。どうなるかは分からんけど。あの、分からんって。死んだらどないすんねん。どうするって。だからマジな、どっちか死んだらどうすんやっちゃう話。誓ってくれたことが叶わない。でもそれは、わからない。ごめんなさい、わからない。ああ、そうやった。お前は死んだやったな。ああ、そんなこと聞いたわ。つまらない。あらあらの言う通り、でも、俺もお互いにどうみたいなもんや。まあ、神様の誓いがどんなもんかは知らんが、お前は死ねばそれで満足なんやろけどな。なあ、お前、死にたいと思ってて栄光なんかできんのか。知らんねえよ、お人形さんに道具にされるのは。だよな。今はあの雨の思うがままになってる気はない。こっから出るのが先や。だからお前のように使えとるわ。それよこせ。あ、待って、それ私の。よし、もうあんなお前どうにかしてこい。まあ、よっぽど危ない薬みたいやけどよ。でも、毒やねんやろ。これで俺が死ねやったらお前なんかすぐ死んでまっちゅうよ。なら俺がすごいよっぽどマシや。待って。いやいや。鍵開いたな。さあ、それ行くで。
ザックの回想シーンかしら。じゃあ、ミカヤです。あ、なんや、こうすりゃええんや。はい、ということでね、今回はここで終わりましょう。それじゃあ皆さん、バルディオス、次回へ続きます。